なしみかんの時間。さあ始まりました、なしみかんの学校現部長リランです。生徒会長ミカです。校長のベルカでございます。なしみかんといえば、はい、バイオハザードです。あ、なんか普通に言っちゃったなんかもうちょっといや感動的にしたかったあるかなとか。いや確かにね、いやバイオハザードです。全然来なかった今、うん、全然一回言っちゃったから普通に。あ、そう、うん、いや最初なしみかんってバイオハザード2人でさ、うん、私が出る前からやってたんですよ、うん、リベレーションズ 2? そうだね、う4年前。え、そんなになんの。そう。あ、そう。え、もうちょっと私ちょっとショックですね。なんか年取っちゃったなって私たち、うん、道理で最近なんか小じわ増えたなと思ってだって始めた時まだ23歳とかだったのに、もう26だもん。今年7になっちゃうの。いや私でも4年間私の中ではずっと23ぐらいにしか見えないですけどね。え、何ですか。まあそんな感じでね、はいはい、今回なんとバイオハザードの体験版でちょっとね変わった体験版が来てるんだって。今までとは違うんでしょ。結構違うのこれ、うん、あの今までの体験版って普通にプレイできる、はい、まあどの体験版もそうなんだけど、うん、これに関しては本当に30分のみっていう、そのカウントダウンも入るんです。あ、もう今この、うん、ステート K も押しちゃうと、押しちゃうと30分しかできない、ね、そう、このゲームもうすでにスピードランやってる人がいて、もうなんか3、4分でクリアしてると。え、何回もできんのこれ。いや、30分だけ1回だけでしょ。いろいろアカウント作ってるんでしょうね。あー、ちょっと1個だけじゃないんですね。そう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 、ね、今回のがバイオハザード、うん、これ何、これね、うん、RE2 なのかな、うん、まあ一応リメイクの、うんっていうので2なんですよ、うん、今回はまあそう30分ということで15分15分でやろうかと、はい、そうね、15、うん、選手交代します。そうだね、そうなのでまずは私が15分、やりたいと思います。はーい、はい、よいスタート。スタートゲーム。あ、バイオハザードとか言ってた。あ、おー、上に出る、上に出る。ストーリーストーリーストーリー、ちょっとここから焦っちゃうね。 あ、書いてある体験版のため製品版と異なる部分がございます。この体験版では30分間ゾンビと戯れることができます。はい、そうなんですゾンビと戯れること。もうかっこいいやん。レオン覚えてる。レオン覚えてるよ。レオンが一番好きだったんだから。レオンが初めてできたタイトルだよ。そうだ、なるほど。レオンが若いんですよ。あ、まだイケメンじゃん。じゃあそうなおさらイケメンじゃん。確かにね、いくつの設定かわかんないで、最近私年下も大丈夫なのよこんなとこでいくつの時なんだろうね。6ではもう結構おじさんだったよね。あ、もう押せる。そうそうそう、うわ、これね、めっちゃ若い。レオン誰かいないのか、顔見ようか。じゃあ、うん、うわ、イケメン。もう若いんですよだって30分でまずまだ30分しか会えない王子様みたいな感じ。そうです、そうです。いやな、どうしよう。だこれだって初日勤務初日なんで新人警官なんですよ。そっか、設定で言うと新人なんだ。そうなんです。やばいね、RPG この新鮮な服ですよ。もう後半はラフなかっこいい服なのに今はカチッとこう、そうだね、新人っぽいよね。確かに、なんか声も心なしがすごい若い感じがする。そうなんです。いやー、かっこいい。かっこいいですよ。だって警察官になったばっかっすよ。そうだよね、未来がやつ。なんか全然開かないんだけど、どこも。これ一回調べた方がいい。鍵をゲットしなきゃいけないじゃん。30分しかないのにこんなとこまで来ちゃった。そうですね、大丈夫大丈夫。あの基本的になんか調べれるところなんかこう三角っぽいのが出るんですが、まずは1階のところで。おお、まあ案の定こういう、まあでもね、もう見ないと分かんないね、下をね。バイオハザードにあるよくある、まあ、ああいう合わせですよね。いいね、バイオハザードやってますって感じ。そう、なんか本当ゲームショーみたいなね、こう30分しかできないっていう感じ。あ、ね、並んで30分だけプレイみたいなね。え、やばい、真ん中のその右の弾丸もね落ちてるんですね。弾大事で、タイプライター、うん、うん、でこのパソコンを、あ、これだわ、調べるとちょっとストーリー進みます。おお、だからこのね、なんか映像、このムービーも飛ばせないわけですよ。はい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 。なるほど。あ、イケメンだね、お豆が素敵そう、署内の監視カメラですね。うん、マービー見てるか、脱出路が分かった。カメラ掴んで映っております。ああ、頭ね、頭だね。
頭だよって教えてあげたい。本当ですよ。さあ、あそこに行け。右側だじゃあ。鍵を見つけないと。鍵はなかったね、鍵が。まあ、開いてるところがね、あるんですけども、あ、これだ。マップを開くことができて。これだわ。そうです。あ、ちゃんとチュートリアルが。で、上下階、ね、切り替え、うん、フロアを切り替えられるんですが、はい、これでなんか開いてるところとか、閉まってるところとか、まあ。これは閉まってる。ね、あ、これでは開いてるじゃん。あ、で、左だわ。まあ、まだ調べてないっていうところですね、白いところはね。あ、これセーブだわ。あ、ライター、タイプライターみたいな。インクリボンが必要。ここは、ここか。これをね、解くために、次のフロアに。ここじゃないよね、こっちだ、この上のところだわ。さあ、とりあえず探索してみましょうよ。うん。時間がないからね。焦る。焦るよ。時間今ね何分経過したか言ったけどね。今、うん、4分経過してる。いや、これほら鍵穴にマークがあるでしょ。うん。だからこの鍵がないとダメなんですよ。うわ。でもこのマーク私さっき見たよ。あ、そう。あそこの絵合わせるとこでさ。ああ、はい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 。うん、なかったあんの。これだからね。これ取れないの？取れます取れます。組み合わせで。どんどん組み合わせていく感じですね、はいはいはい、まあ丸連打で多分できるかな。いやー、なるほど。でももう、うん、今こう閉まってるからな。そうですね。そうだよね。調べてみましょう。ここあのドアをね、ちゃんと、はい、あ、違った、似てたな。入れるドアがありますから。入れるドアがある、うん、なるほど。マップを見て、もう一回マップ開いてみてください。一回行って。ここはダメだった。ちゃんと鍵のマークついてるでしょ、あそこ。あ、ついてる。あのね、色と。下。下だね。下の、そこをちょっと調べる。あ、これってまだ、あれなんだ。ちょっと調べに行ってみてください。うん、閉ざされてるマークかと思った。あそこに赤いランプがあるでしょ。うん。あれちょっと見てください。ここ最初ね、確かにやること、何かなんかもっと早く走れよって思っちゃうわ。キープアウト。あ、ガチャンと。はーい、入っちゃった。キーパーが V だっけ。ここ、入るなと。あー、入るなと言われてるのに。入るなと言われて入って。さ、これダメだよって言われた方がやっちゃうんだよね。あ、そう、このボタンを押すなよって言われる。おー、来たんご。これね。え、恐ろしい。あのね、やっぱ原点に帰った怖さがあるんですよ、今回。そうだね。普通に怖いんですよ。これ、うちら音聞こえてないからさ。え、そう、まだあれですけど。でもね、みたいな感じの音になってるよ。これアイテムがね、うわー、ヒューズだ。ヒューズといえばバイオハザードでしょ。ヒューズではバイオ、クランクといえばバイオハザード。わかね、ちなみにドア関係は丸を押さなくても体当たりで開けれるやつは開けれます。え、これさ、さっきのさ、うん、監視カメラこの辺じゃない。そうですね。だよね。ですね。なんか絵な感じが、空間認識能力が、そう、高いんですよ。左だね、うん。おい、開きました。何もない。さあ奥に一応、いや、ミカちゃんこれ結構怖いよ。マジ？うん、怖いです。お、音が結構怖い。なんか調べられる。あ、お弾丸の弾が溜まってきましたね。溜まってきましたね。あれ、今警備室にいるの？プレイルームっていうところにいるみたいですね。あ、プレイルーム、ええ、なんかエロいプレイルームまんまやん。これなんかエロいの結びつけるのミカちゃんぐらいですけど。あ、ついた。あ、ついた。ほら、なんかね、バイオっては電気がつくんだよ。つくんだ、つくんです。ええ、全くつかないわけじゃないですか。そうだよね。まあ、閉ざされる、閉ざされる扉、ね、開かないわ。いや、もしかしたら製品版になったらああいうの開けれるようなところあるのかもしれない。いや、ないんだもん。あ、ここか。うわ、トイレ。トイレ。あ、じゃあ今警備室か。違う違う、今プレイルームにいる。いるよね。プレイルームだ。こっちね、やめてよ。なんだもん、全然違うじゃん。あ、ほんとに。いや、この中にプレイルーム作っちゃうなって思うじゃん。あのちゃんとしてんの。ちょうどあのね、ミラがこう乗っかってたから。ミラが乗っかってたから。びっくりしたんですよ。これね、ライトはプレスルームだわ。プレスルー ム, プレスルーム。うわ、待って、次行くとこトイレなんだけど、やばくないっすか。でも警備室が光ってるってことは警備室に行けってことなんで す、ね、最終的には。そういうことです。あ、え、うん、いや、でも行かなきゃダメでしょ。トイレはダメっておばあちゃんが言ってた。違う動画でも言ってるけど。待って待って待って、ここ閉まってる。え、待って、音がすげえ怖い。フロントミラー閉まってる。大丈夫。行ってよ。
もったいないよ。もったいないよ。あスプレー。大事大事。救急スプレーです。まるでいいのか。はい、大丈夫。意外とね、なんかね、昔のまんまかと思いきや、ちょっと違う。新しい要素が結構増えてて。このレオンのこのさ、左手かっこくない？かっこいい。こうね、あのスネークもそんな感じ。ここにこのナイフ持ってね。で、こっちか。そうですね。警備室？とりあえずここが。はい。どうが。さんさんたる状況。開かない。これが、ね。うわ。うお。開けてくれって言ってる。言っていますね。シャッター？あ、これか。さあ、そこじゃないぞ。こっちか。シャッター。あ、これだ。これか。今開ける。え、仲間できる系やこれ。そう。ねえ、助けて。頼む。捕まれ、助けてくれ。こっちだ。仲間の警官が。そっちの手も。早く。うわあ。しっかりしろ。音がすごい、音がやばい。うわうわ、そんな。でももう噛まれちゃったよね。いや、これはもうダメですね。ダメだね。頭打ち抜いてあげるのがもう、なんか鮮明だよ、いうもんですよ。もう一人の量じゃないんだよ、この、なんていうの、シャッターバンバンは。まあそうだね。最後手帳だって。あ、これほら。ああ、重要なことが書いてありますね。出れるんだ。これね、私もよく分かんなかった実際。あ、そう？うん。うん。解けなかった。解けぬままタイムアウトになってしまいました。じゃあじいちゃんクリアはできて。一応できた。あ、できてんのか。でもそれは分かんなかったんだ。分かんない。待って、わー。あ、いた、噛まれたんだけど、嘘でしょ、噛まれちゃったんだけど。完全したな、これは。頭だ、頭。待って待って。電話返そう。さあ、ピーリングで鍛えた。英語力を。え、噛まれたんだけど、大丈夫かな。もう感染ですね。もうこれ感染ですか。まだ大丈夫ですか。戻んなきゃ。あ、やばいやばいやばい。バイオの主人公はなぜかとんでもない免疫を持ってるんで。そうだよね。感染しないって。誰一人ゾンビになったら。間違った間違った。やばいやばいやばい。やばいやばい、めっちゃいるめっちゃいるめっちゃいる、嘘やん。しかも女の人のゾンビってあんまり。あんまり見ないね。でもさ、ゾンビはさ、なんかさ、すげえみんなゾンビだね。なんか日本人っぽくないもん。アジア人。動きが。ちょっと待って、後ろにいる、後ろにいる。レオンが苦しんでる顔してるの、なかなかレアですね。ちょっといいね。ちょっと待って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 。どこ、メインホール。そうですね。後ろじゃん。後ろですね。あ、これこれこれでいい、これ。あ、うん、え、そっち？あ、そっちですね、そっち。頑張れ。で、シャッターのところ。うわ。おー。ひどめー。しかし、体がぴったり。いいよ。うわあ、戻った。うわあ、ゾンビだっけ。なんかあんまり良くない。あの人良かったのにね。おーい、ナイス。まだ仲間。あ、行きました。しばらくは安全だ。助かった。あんまりときめかない感じ。マービンブラザー、あんまタイプじゃない。タイプじゃない方。もう一人警官がいた。若々しいイケメンです。いや、こんな頼りないレオン初めて。そうだよ、いつももっとさ、クールでさ。そうそう、何やっても余裕なあれですけど。お前は悪くない、レオン。髪サラサラですね。うわ、そこ。こうなったか、今。ストーリーだ。装備がかっこいいんだな、これ。ここじゃ用心してない。リナマさんターン、3分でございます。お、早いな。早いよ、30分ってあっという間だよ。もっと早く来てれば。うん。今いるだけで十分だ。おお、いや、かっこいいよ。ここも30分の中に加算されてんのかな。多分。ここから出る。マジで。多分。っていうか、でもそれはじゃあ3分では無理じゃないに、3分ではクリアのね。もしかしたらここ含まれてないのかもね。ね、含まれてないかも。強制のムービーだし。それはいい。あなたを病院に。いや、俺のことは気にするな。ああ。でも置いていくわけには。
いいか、これは命令だ。お前は自分の身を守れ。爽やか系でしょ、うん、俺が行けば足でまといになる。あ、お前にイケメン、イケメンです。これはこれは何、これはいいんだ。そう、もうこの人はさ、自分の未来が分かってるんだ。そうだね、もし、うん、もしかしたらこれ、ね、ゾンビになるのかもしれないね。なっちゃう、最後撃てないな、この人のこと。バーンと出てくるのかもしれない、ね、いいな、わかりました。わかい、好きな顔これ私の好きな顔。そうでしょうね、かっこいいんですよね、これ。イケメン。Oh. Oh. コンバットナイフ、コンバットナイフ来たね。ナイフ大事だよね、大事。じゃあここで交換しましょうか。はい、はい、さあクリアに向けて、あ、ごめん、私だ。クリアする予定だから。今すごい気持ちは、気持ちはね、うん、よし。なんか若い頃のブラピっぽい。確かにね、うん、聞こえてないかもしれない。 OK、 ここね。あ、でどうすんだ。さて、ナイフが手に入ったと、はい、いうことなんですが、ナイフで実は行けるところがあります。この部屋に、メインホールに。先ほどなんか最初ミランが調べてた、うん、あの1階にある、あ、なんかほら爆発みたいな壁になんかくっついてなかった。そうそう、あ、これ横、その左の方、左かな、左か、もっと、あ、違う違う、戻った、後ろ戻って、それか、そう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 、うん、それをね、ちょっと調べてみると、実はナイフでいける。ナイスナイフ。ナイスナイフです。うん。治療してあげた方がいいかもしれないね。治療してあげた方がいいかもね。レオン君は。え、レオン初日なの？初日ですよ。やば、初日でこれって。あ、治療はね、アコオプションか。そう、アコオプションだった。これじゃないか。あれ？三角かな。あ、三角で。三角だ。救急のスプレーを合わせて使う。使う。うん、オッケー。よし、時間がないから行くぜ。お、あ、ハーブ。あ、ハーブ回した。ちょうど15分だわ。あと書いてあった。そうだね。うん。うん。いろいろ落ちてるね。そうなんです。こういうの気になってね、時間も過ぎてる、気になってね。でも先に進まないとだよね、これは。そうなんですね。うん、外の雨の表現とかも結構リアルでしょ、音がね。うわー、待ってよ、これやばい、音やばい、音やばいよね、音やばいんですよ、これ結構怖いで、これ私はミカちゃんがさ、そろそろ叫ぶに一歩だね。あ、俺でおります。これさっきのじゃない？これさっきの人だ。あー、来た来た。すげえ顔してる。音がえぐい。いや、怖いんですよ、今回のは。うわっ、うーわー、今回普通に怖いんですよ。何？なんか外見れるんだけど。これなんかね、実はちょいちょい調べるもの出てくるときにアイテムがあれば何かできたりするんですよね。あっ、クローバーだ。クローバー、クローバー。いや、でもなんか音するよ。なんかする。あ、うん。やばい、これ入ってきてるパティンやな。入ってますね、これね。まあ、特に何もないと。これはもうね、すでに怖いね。もうこの。狭いしね。そうそうそう。しかもなんか時間が決まってるって怖い。うん。なんか爆発しそう。オーマイガーオーマイガーおっと、めっちゃ近くで見ている。見てる。まるで写真を撮ったかのようだ。大事、観察も大事だよね。まあまあね、敵をまず観察するっていうね。おい、マジかよ。さあ、出てきた。無視でもいい気がする。あ、無視できるね、これね。一応できますね、無視は。アイテムがちょろちょろ欲しいの。でも一応ね、ゲームのは、あれはさ、なんか、ゾンビとターメイルとかができるみたいな、ね、うん、そうね。カード。来ました。ウェトンロッカーキーカードなんで、うん、武器庫のカードですね、うん、なるほど、うん、取ることができましたね。ハンドガンの弾、うん、ゲットン。
ハマゲットン。あ、ちょっと待って、今調べてるから開けないで。え、開けそうなのよ。どんどんしてるみたいですね。あ、さっきの人だ。あ、え、ビショ、来た、まだか。え、ビショ、頭なくなってる。おー、オッケー、ナイス。ここまでが必要んでしょうね、チェーンパキンと。しかし、あ、お、マップも出てきました。お、1階の地図、うん、いいね、すごい、ちゃんと音が鳴りますから。音鳴ったね、今ね。見に行くとこめっちゃあるやん。そうなんですね。あ、お、気づいてしまいましたが、ナイス発見。ああ、いるよ、なんかテレビ運んでる、ね、なんかテレビ運んでるわけじゃないでしょうね。こっちに行くしかないか。テレビで自動販売やった、どん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 やってますね、あれに対して。開かない、ちょっとプッチョな、プッチョな景観なんでしょうね。お、私この中入ったことねえな。寝てるで。うん、ここの中入ったことない。お、ガンパウダーだ。いや、弾薬作るやつなんでしょうね。うん、ガンパウダー。ガンパウダー2個でハンドガンの弾が作れるらしいです。オッケー。でも武器がないからね。まあ、ハンドガンだけしかまだ持ってないからね。なんか怖い人だ。ワイプレイ。あー。わかった。寝てたんでしょうね。寝てたの、ごめん、起こしちゃった。あ、寝てる場所があった。え？あー、くそ。重要なとこだな、スペードの鍵。ああ、みなちゃんが無事で1枚フリー、まだまだいける。ナイフを L1 で使うことができます。これで一撃必殺なんですが、ナイフを1本。もうめっちゃいるんだけど、無理。レオン先輩ですか、まだ行けますね。今日が初出勤なのに。とんだ初出勤ですよ。あー、待って、これどうしよう。マップ、マップ。ちょっと待ってね。今ここじゃん。あ、行ける、まだ行けてないところがある。うん、そうですね。備品室、ね。ここでしょ。備品室と。備品室に行きたい。暗室。うん。逆に行って、うん、左のとこですね。でもこいつらがもうダメなんだよ。全然使っていいと思います。全然もうね、倒したくないの。なんで。危ない危ない危ない。オッケーオッケー。倒さんと厳しいですよね。過ぎちゃったかも。うん、過ぎてますね。まあハーブ使っていいかもしれないですね。来ました、ここ。セーブするところ。あ、ちょっと一回、あ、間違えた。安心できるところです。三角ですね。三角、うん、一回ハーブしよう、はい、食っちゃいましょうか。2個食べちゃおう。まあ、うん、いいですよ。オッケーオッケー。うい、元気になりました。まあ、植物はね、グリーンとレッド合わせると、うん、そうね、いいっていうかね。あ、セーブできないみたいですね。一応ロッカー調べたりもできますね。あ、レッドハーブあったね。うん、本当？そこほら奥に。あ、本当だ。うん。何これ？イルムの置き忘れに注意。オッケー。まあ、次グリーンを手に入れたら。待って、マジで時間がないのにどうしたらいいかがマジでわかんねえ。さっきのね、あの備品室にちょっと向かいましょう。そう、向かいましょう。もうあいつらどうしよう。まあもう、キルした方がいいですね。あ、でき爆発しないかな。なんだ。これ箱だった、アイテムボックス。お、銃弾が。弾がある。もうだいぶ溜まってきてますよ。うん。お、そこの。インクリボンだ。あ、ガンパウダーか。この2個ガンパウダー組み合わせて、弾にしてしまったらいいんでしょうか。あと8分。やばいやばい、待って。さあ、組み合わせて。そうそうそう。オッケー。オッケー。できた。うん。よし。リロード大丈夫、リロードは。うん。あとはさっきの左の方かな。もういないことを願うわ。そこから右の扉でしょうね。ないです。おお、なんだこれは。ここは違いますね。奥にあのカード差し込むところがあるんで。あった。もうちょっと奥に出てきちゃったね。ここから、いいヘッドショット。ナイス、ナイス。いいヘッドショット来たね。えー、そしてこれか。
いや、その奥です、まだ。いっぱいあんの。ここですね。これだ。ええ。で、カードを差し込むと。はぁ、うん。やべえな。いや、意外とこれね、ほんと時間にね、迫られるんです。ショットガン、ミカちゃん大好きショットガンです。ミカが大好きショットガン。でも4発しかない。4発しかないの。まあね、きついね。構えて、まあ、リロードしておいたらですね。まあ、その分強烈なんで。はい。これも、あとは多分取れないかな。うん、カードキー、まだ動いてますね。まだ動いてる。とどめを刺してやる。お、いいヘッドショット。なんかあるよ。次。どこだ？次、マップを見た方がいいかもしれない。さっきここ行ったの。うん。頼むね。わー、おいいヘッドショットが、はじけたね。はじけた。どこ？マップをちょっと開いた方が。で、行ってない箇所が出てると思うんですけど。今のだったら備品室ここだ。そうですね。うん、ここにもなんかアイテムがあるんで、あるので、ちょっと取りに、さっきのところに戻るという。オッケー。ぐるーっとそこ。うわ、おーい。意外とあいつらこう、なんていうの、引っ張ってくるんで。でもさっき行ったとこだからな、これ階段の上があった。そうですね。あ、木材、はい、これ木材、そこのね、窓調べてみてください、これで。オッケー。これね、新しい要素なんですよ。ここに木材をやるとゾンビが来るのを事前に防ぐことができるっていう、なんか新システムあるんですね。登るところがあった。うん、でもさっき行ったから、もうそこは資料室だけ行ってないんだけど、空いてないよ。うん、そうだね。だから上でいいんじゃない？上でいいよね。うん、さあ、上の散々たる状況なんですが、またトイレ。やっとこれかと思う。うん。あ、これね、多分蒸気が出てて入れないんですけど、私もちょっと断念しましたね、これ。止めるなんか術がなくて、なんかクランクみたいなのが必要で、あ、レッドハーブナイス。うん、なんかどうしようもなかったですね。マップ見たら、やばい、時間がない。うん、上、登ってみて、上か、うわ、解除するしかありません。ナイス。いい、これもやばい、やばい、焦る焦る、これ、近い。あ、無事焦りが出ておりますね。焦った。焦りが出ております。お、組み合わせた。うん、オッケーオッケー。え、すごい、いるね、いるね、影が。え、あ、人形だ。そうですね、これもなんか閉まってるもん。うん、うまいとこに影の演出がありますね。うまいね、これ。一言待って、こいつやで。あ、これか。これ、そう、ね、あ、待って、うわ、来たー。スペードの鍵をとうとう手に入れた。それによって、ん、お、まだまだ進むとこありますね。うん、直線で左かな。あ、入れない。ゴミダメみたい。あ、さっきんとこかな、これ。うわ、なになになに、ボス戦。今のはあいつでしょう。バイオハザードの伝説的なビッカーと呼ばれる。もう、いや、昔もね、なんか、ね、演出としてバーンとあそこまで横切りがあったんで。これ大事、大事だね。あいつが入ってこないようにしなきゃ。ビッカーが、ビッカーね、なんかさ、嫌だね、嫌な音がする。嫌な音する。どんな音？うん、どんな音してるんでしょうね。なんか、歌ってんの？演歌っぽい感じかな。お、サイドバックなのでこう増えるんですね。モテるのは。うん、ある男の日記。テイクショー。うん、こんな読んでる暇ないかな。新刊でバリケードをぶっ飛ばすみたいな内容です。あ、玉大事。うん、いいですね、溜まってきますね。あそこか、開いてる、開いてるじゃない、ドアがある。さあ、残り何分なんですか。お、あ、お、うん、ちょっと1階に降りてみましょうか。はい。あ、あ、マーミンだ、今すぐ戻ってこい。うわ、何か問題が。ミ
あ、ここから1階というよりもうちょっと先なのかな。了解、すぐに向かいます。すぐ向かいます。でもマービンどこにおるん？あそこのドアでしょうね。これか。うん、おそらく。だから1階下降りない。あ、そこは行けんのか。あ、そこは行けんのか。それとも下が行けんのか。下もドアあったよ。どっちかでしょうね。うん。うわぁ、これ私初めてだった。ちょっと待ってくれよ。そこの橋を登ればまあワンチャン。あ、でもさっきも後ろにさあったよ。あのドアが。あ、そう。うん。大きいドアがあったよ。いや、ここなんか調べるもの多すぎて。え、だそこ穴開いちゃったからいけないんじゃないの？でもね、こっちからジャンプ。ジャンプできる。ジャンプできるのかな。これあれ、ね。ジャンプができない。じゃあ下だ。下のドアだ。あっちの階段から登るのかな。あ、でもダメか。そこにドアない。 あそこに階段ある。あそこの扉か。うん、行ってみましょうか。 OK。 ボコンって穴開くの初めて見ました。でもここ来た。来ました、一応来ました、ね。ちょっと傷ついた、ね。ここだ。あ、しかも使える。あ、これが使うですね。あの、あった、来ました。早い穴。お、あ、お、ここの1階にここさっきのマービンが、オッケー、いらっしゃいます。やばい、マービンのとこまで行きたいな。行きたいね、行きたいね。あと何分？何分でしょうか。であれしたらいける、オプションボタンみたいなの押したら。お、行けた、行けた、行けた。さあ来たか、緑だ。だいぶ傷がやばいことになってますけど、うん、誰が来てます、これ。誰、誰でしょう、これ。ほら、見た目知り合いか。見た目が、あ、クレアだ。そうです。ポニーテールのクレアですよ。2階から行け。普通のおばさんかと思った。いやいやいや、何言ってるんですか。美しい女性ですか。感謝します、警部。2階の東というところで、うわぁ、一応クリア。え、クリア。やばい。ぴったしじゃん、台湾。でも23分でクリアしてるんで。やった。やっぱりあのトレムービーはとかああいうの全部飛ばされてるんですね。すごい、クリア、やった。でも込み込みで30でギリギリだったの。ちょうどすごい。ぴったしだよ。危なすげえな。え、すごい天才的じゃない。いや、そこで死んでたら間に合わなかったね。そうだね、すごいよ、さすがだよ。ヘッドショット決めたおかげだよ。やった。いや、だから予想よりだいぶ余裕持ってますね、この実際タイムでいくと。うん、そうだね、7分、うん、なので実際これあと7分プレイできます、ね。うん、あ、そっかそっか、この後に。そうなんです。なるほど、うん、もう大丈夫です。どうでしたか。いや、でもね、面白いね。これでも音が怖かった。流れます、丸押すと。ムービー見てもらうと分かるんですけども、あのバイオ2の、うん、あの頃のなんかこう、うん、あの要素をね、なんかムービーとして見ることができるんですよ。いや、すごい、うん、あれな、進まないかな。はい、これで何が起きてるのか教えてくれ。アンブレラの影、エイダも、ね、うわ、出てきます。エイダも若い時あったの。そうなんですよ、はい、そして、そう、ほんとだ、みんな若い。なんだろう、もうじきすべて。そしてあの少女がシェリーというね、覚えてろ、ゲス野郎。嘘、そしてタイガン。タイガン難しい。かわいい。いや、かっこいいぞ、トレーラー、これしかもね。で、しかもプラス。こちらアルファチーム。これはですね、ハンクボードの。オペレーション楽園室だっけ？ですかね。あの、2にハンクモードあって、しかも、今見てもらったら分かると思うんですけど、これ。豆腐ね。豆腐くんもリアルになって書いてる。リアル豆腐。リアル豆腐をプレイできる。これなんかちょっと見た、私ツイッターで。あ、そう。すごいね。そうなんです。だからハンクモードと豆腐モードも実装されるのはもう決定されてると。うわ、これやばい。楽しみ。めちゃくちゃね、評価いいんですよ、もうこの時点で。いや、めっちゃいいよ。イケメンだし。スチームのレビューもこのレビューも全部いいんですよ、今。ただただ怖い。
そうね、だいぶ怖いね。すごくない？ぐちゃぐちゃぐちゃとかさ、あの細い道の、あの質感とかがさ、ね、怖いから、はいはいはい、面白そうだけどできるのか不安って思う。でもその怖さがやっぱ原点に返ってる気がするね。ちょっとこれやりたいね。で3人だったらできる気がする、ね、1人だったらちょっと結構怖いでこれ。生放送でしたもんね、前回のバイオは、うん、あ確かに確かにバイオ7ですかね、7、うん、やりましたけど、おじいちゃんにね、パンチされて、ミカちゃんが泣いてたやつね、うもうチャンピオンベルト持って帰ったから、あの日何回もだってチャレンジしてましたからね、6回ぐらいですからね、あれは大変でした、そうなんです、なので今回もなしみかんでやっていきたいと思います。そうですね、いやでもこれやれてよかった、ね、いいでしょ、いいでしょこれ、しかもクリアできるっていう素晴らしいでございます、うん、いや俺本当に私期待ないんですよ、もう今月1月22日だったからね、そうですね、発売がもう発売のテーマだ、もうすぐやっていきましょう、うん、すぐなんです、はい、やりましょうよ、やりましょう、はい、ということで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。はい、ではではお疲れ様でした、バイバーイ、バイバーイ。